しまった忘れちゃった、すごいねすごいね、ねねねね、肝怎么会这么烫。喂，好，然后主线主线，大楼，哦，滴咯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 滴。遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリオさん。是啊，又是你啊。お前、なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことをキリオさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。途上界の素飼ってのも穏やかじゃないんで。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。何？仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何か所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の者がアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋は菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって
桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東条会の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に切る。ええ、それじゃ俺はこれで。はい、こんばんは。東条会には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと採用会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。神室町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東条会と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、道島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。ペイコーツ、すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ねえ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。再走再走出去啊。清洁工。回瑟琳娜。好，走走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 。瑟琳娜。
冲祖先冲祖先瑟瑟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 啊！怎么有人啊？真是的！啊！哎！妈的！对呢。たく時間食っちまった。悪いな、待たせたか。と桐生の兄貴、すんません、頭しこたま飲んじまって。これでも立川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ゲヒはい、早了。まあ该不是拿了吗？お前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒。は?1 本5万はその酒だ。1、2、3、4、5、6、7、8、おお、50万。え?50万。それじゃ、50万。50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。不不出来や。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。不早了不早了。ユータ踊れ。なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、立川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカンブロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、言うた。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。うわ、いや、走ろう。やしやじえ。それじゃ。呀西呀街，这里这里。
哦，那个我觉得不是为了解支线，我是要冲主线，但是呢，这个猫咪咖啡厅我们先把它解一解好不好？我就是那个支线，我已经解完了，只是进去看一下猫咪而已，哎，绝对不是为了解支线啊！纵火案哦，哎，纵火案了，紧急事件哦，看，别这么多，别这么多，啊，这种突发状况真的很烦哎。好，先解一下突发状况。妈的，这个不是可遇不可求啊！哎，晚上好，晚上好。先把这个干掉。这种随机事件不是可遇不可求的，遇到就先打，就先打。怪しいな。先踹他。お前何をしているんだ？啊！去死啊！哇，这么多钱，纵火犯这么多钱，6万块，送哦。こんなこと。真的是逃得可真快啊！好好好好。啊！行了，我去看一下猫咪就好，拜托。这个猫咪巨型是非常难得的。我们不打架，我们上猫咪。哇！先看一下这段，看一下这段。喂喂。お前らどうした？绝对不是为了解分线哦。元気がなかった猫たちがこんなに。やっぱり桐生さんに会えなくて寂しかったのかな。どういうことだ？猫たち最近元気がなかったんですよ。で、原因は桐生さんに会えなくて寂しかったのかなって。そうなのか、お前ら。そうだ、桐生さん。たまにでいいので、僕の代わりに猫たちに餌をあげに来てくれませんか？そうすれば猫たちも寂しくないですし、何よりこのままじゃまた愛想つかされそうで。いや、しかしだな。仕方ねえな。乗りかかった船だ。協力してやるよ。本当ですか？重ね重ねありがとうございます。看店长的巴拉巴拉巴拉。哦哦，是哦是哦。できた時に僕に声をかけてください。好，有时间再跟你讲，我要走了。お願いします。是哦是哦，还给东西耶，不错嘛。我们家猫咪还有游戏可以玩。是哦是哦。好了，然后主线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 ，哎，晚上好，冲主线。啊，等一下，哈，在哪里？在这里哦。好，我先过去一下。这种突发事件我先打一打，因为这个周都要解的。看突发事件最烦。可是不解又很奇怪，你知道吗？滚啊！何をやってんだ？啊！剣士剣士！哇！结束了，结束了，结束了。時間食っちまった。こんなことはもうやめておけ。あ、好、走走走走走。ありがとうございました。ついだ、結束結束。我现在差几个、看一下。突发事件差、看一下哦。哇、都差不多嘞。哇、水哦。差扑面小我跟小我小我小我，这总共是四个。这四个，然后其他都是在那个，在广岛那边的，对。
配送拉面应该也是广岛的，太棒了！好的。兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリオさん。少し距離を空けてついてきてください。看我都觉得你是犯人了。南雲、優太。あいつが秋山だ。ええ。へい。用電腦看直播。是啊是啊、谢谢啊。你怎么会在ロビー啊？我都觉得这个叫做秋山的啊，如果他真的是那个谁，他该不会是哈鲁卡的那个爸爸吧？如果是，我要打死他！跟你讲。江戸の店はあれです。少し遠回りになりますが、他の建物を伝え、あそこへ忍び込みます。分かった。それじゃあ、こっちです。等一下、我先買個飲料嘛。直接买个饮料嘛，哎，增加经验值，哎，改めて秋山です。キヨさん、おお、そちらの二人が広島。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も。前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美優太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。お前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでしたよ。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか？大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできればそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込むと騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょ、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。左邊那個豬隊友、不要帶啊！左邊那個豬隊友。玩到哪里了？还在黑孩子啊？第七章。まず、俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは、南雲さんと優太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますので。我想也想买一个这个面具，你知道吗？できてください。我好想买这个。わかった。了解です。主角的最不一样哎，妈的，好像那个 CS 反恐小组的那个。早速行きましょうか。物音を立てずに。静かにお願いしますよ。你开门不就发出声音了，大哥？等一下啦！哎，外面有东西可以捡啊！我要出去，我要出去，干出不去！我要出去！啊，算了，好吧，我们认真吧。哎，上不去啊，干！哦，你货。全部确认完了吗？是，已经全部交付了。啊，对了，你今晚你有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。国人呢？去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。睡觉了？知道了，知道了，知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿，这果然，いいですよ。今天才看到一个文章说，这国人在抱怨说，这个游戏里面说到台湾，然后中国人就玻璃心就碎了。啊，我想说，看打这么多的国人，他们都没抱怨了，就一个台湾在抱怨什么东西，我都不懂了。走，快点啊！
邓老伟，我要走前面呢、啊。滚！哎呀，这人肉吗？是人肉吗？我要先行って様子を見ます。哦，不是啊，应该猪肉而已吧。合図したらこっちに来てください。看起来超恶心。这感觉直接干掉他就好了、啊，姓曹的。哦，我自己跟过去，我跟过去，我懂，我懂。哎、欸、，OK OK， 啊，走开。啊，你都不用蹲下的、哦，哇，最摇摆、欸，不愧主角。他把我遥感器锁了，不能动，你知道吗？啊！冲啊！打架才好玩啊！哇，这好强啊！暴气直接干他好了！哇哇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 ！哎呀！我操！哎呦！啊啦！啊啦！もういいですよ。もういいですよ。何もういいですよ。根本就被发现了。妈的！有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。直接跟他们就好了。找到了。哈哈，白痴！看，是白痴。喂，俩冲啊！哎呦，又有一个！哎，该那个，看，又爬起来了，草！呜、哦，痛痛痛痛痛！啊，你死了！拿这个，拿这个！哇、哦，哟、哦、死！再来一次，再来一次，再来一次！那个 bug 其实是假的啦，你知道吗？我今天试过了。哎，第一个任务呢，就是你按一个，你按一个30+31就可以解完了。然后解完之后，你下一个任务那个喷射机的那个直接也变50，对。所以我在想，应该是跑两次50，跑两次48小时的，再加一次那个远那个外国舰接触，总共就是。总共合计大概是48，再加乘以2多少？96，再加两个，98小时就跑完了。98小时最快的。滚呐、啊，这个牛肉！哎呦，干！呀喂！冲啊！飘！哎呦，专业哦！喂喂，どうなってんだよ！哦，这是一般人哦。看，好像歹徒哦。他这样穿超像歹徒的。
哎呦，这瓶怎么回血的？哎，我喝满了，是不是？那我来喝一下，补个血，补个血。啊，碎碎碎碎碎。啊啊哟！看他怎么一直跟过来，这个草好强啊，这家伙耐打哎！妈的，拿给戏比较快。哎，再来再来，拿椅子拿椅子，神器椅子，哎，啊，哎呦！是没错啊，但是我是事后才发现嘛，懂吗？我是事后才发现啊，那来不及了。我昨天晚上弄完，想说，凌晨三点就回来嘛，大概早上七点上课，就是来上班之后就可以收了嘛。结果昨天晚上九点多看到，没办法，来不及，我也没办法进来，因为没有电脑。对，然后就才知道说，哎，原来那个可以解一个 bug， 就是可以同时解。然后算了，反正两个小时而已，送他送他。哇，真超难走哎，这条路。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。哎呦，よしょっと、よしょっと。专业呢，根本就强盗嘛。而且他这个梯子这样绑最好是会紧啊，那个木头这样绑最好是紧。全員揃いましたね。それではご案内します。不用你不用带路，不用带路，我直接跳过去就好了。跳过去吗？跳过去啊！哎，等一下，哦，是这样子啊，没错没错没错。やけに静かだな。あれ？誰もいない。もしかすると。だめだ。かもしれないな。哎，回血，精力药剂叉叉，叉叉是什么？热量表啊，回一个。哦。去死吧！去死吧！哇，好多人干！面白くなってきました。哇，好多人！哇！拿椅子，拿椅子！哇，送你一把！哎呦！我是国人吗？你觉得我像国人吗？中国人不打中国人啊！去死啊！国人，再来一把椅子，哎。送你一对脚，飘！哦，黄金右脚。不是啊，我有智慧型手机，但是我的是 iOS 啊，我没有开远端啊，没办法。我是 iOS 啊。エドの部屋は2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。
在二楼是吧？走开呀，这个门！哦，这么多经验值，可是没有任何的经验值。哎呀！さて、招いた覚えのない客だ。頭饰跟台哦，恭喜恭喜！哎呦哎呦哎呦！俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。シュン！帅。キリュウカズ。キリュウカズ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが。あんたには聞きたいことがある。相手してもらおうか。我机务长都有上传 YouTube 啊，哎，但是有一支没办法看。聞きたいこと？立川って男のことだ。あんたら採用会に出入りしていた情報や、やつを殺したのは。お前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのはこの私だよ。なぜ達川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかしあなたに何の関係が？俺の質問が先だ。達川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は採用会を裏切った。達川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知か？干、是中文ね。ヘイハイツ。ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たち。中国一胎化政策都出来了，干。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために。最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だ。ヘイハイツ。中国人だったってことか。採用会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。应该没有一天化了。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞かなければ。あの世で立川から直接聞くといい。この私が立川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズラ！来了来了。ここがお前の墓場だ。ウィー！好身手。エイド！
おいおいおー好嘞哦，干都没掉血！啊啊！暴气暴气了！哇，痛到牙痛啊！哦，痛啊！我在想我这个直播啊，如果说我上传 YouTube 如果都没有切，你们会喜欢吗？就是那种可能一就是从头到尾都没有切，那可能我开八小时我就传八小时上去都没有切过，你们会喜欢这样子吗？还是喜欢切怕的怕的怕的几这样子？哦，久しぶりにいい運動ができそうだ。找一堆人干嘛？先打死艾德再说。啊！哎哎哎哎！死！这些杂兵蟹将，我在想，我说我上了。是我不知道大家喜不喜欢这样子、啊，我要传很久而已了，而且有时候看到七小时就不会想点进去了，看到一小时可能会点进去这样子。こう差別な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 差
してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。但全都还好，现在走一段而已。タツカワお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。あゆ、ありゃ、わっそいか。わっそいすに。わっそい。わっそい。哦，拿枪呢，没水准。不愧是国人。踊れる。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なら東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国。看真的是演。哇，大家都在演呢。
我操！なんだと、それじゃお前も達川と同じってことか。達川？達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人に寄り添っていた。这一部大家都在演呢。確かにそこまでは同じだよ。ただ、俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増すぞい、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。ボス。何我想我应该还是分批船吧，还是分批船比较快。也分级上了，我分级看我觉得比较好。Boss。Boss。なんでわざわざこんなところへ。谁是 Boss 呢？看一下。私は西洋海総帥のローというものだ。长这样子。看，好像那个花木兰他爹哦。花木兰他爹。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。なあ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。但日文说真好。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか、興味深く思った。洪秋生、欸、有像有像。洪秋生。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯，我听得懂哎。那你，我听得懂。把枪放下来。把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。あかん。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある。まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そうだ、じゃあ俺に。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった、いいだろう。我当藤原龙也啊，左边那藤原龙也没错啊，我一开场就说了，可以开撕一罐啤酒。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。桃源乡。ただし、ボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。基本上当老大的不打，基本上不打架的，都是动嘴巴的。
那种会嚣张打架的都是小弟啊，这真的没错，黑道界是这样子，大咖的都是用讲话的，底下就帮他做事了。我也不知道怎么黑道会，就是那些小弟们会愿意赴汤到我帮老大做事，我觉得还蛮奇怪的。这可能是一个道义吧，哎，我知道，我知道，就是他有这个我知道。早期他另外一个是有一个艺人也是参加这个，哎呀，藤原龙也跟另外一个，反正这一部很多明星客串的、啊。ようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ。わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい、マスエといい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです。中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつって、何を、我就不知道了。二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届けてないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた司法事よ。あいよ、我怎么记得一旦也有啊。今までそんな話聞いたことないですけど、でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれたわけですか。採用会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます。ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。他说什么？我那时候没听清楚啊。道島の竜と言ったか。あ、はい、はい、重新演説。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。哇，还重新演一次。中文我听得懂，我听得懂他说什么。毕竟。那伟大的土 地有不能被发现的秘密，生长着不能被人知道的秘密。那你，是当买繁体中文都白痴吗？牢のあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。
決して起こしてはならない尾道の秘密。所以还得去回去尾道哎，哇，到处跑哎，环游世界啊，东京、广岛到处跑。可是又可以回去广岛哎，干，好想解支线哦，可是不行啊。好吧，我们等全部漫游模式回来再说啊。存档第八章了。今天可以玩到哪里？现在是几点了？快七点了，两个小时应该可以再跑一张吧，一张到两张。秘密应该指的是一些不可告人的东西。东京都内某家餐厅，但这几个看起来都是很有问题的。カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ、関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。真会说话。噂じゃ堂島の龍がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。統制を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。但他脸色稳哦。老害。そりゃそうだろうが。这个脸再润化一下，变脸色稳了，你知道吗？だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ。何を。气得发抖呢。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よ、もうその辺で。なんだよ。哎呦，干！我靠！你他妈说我偶像的坏话，干！当然是直接给他一拳给他扒下去。干，那个脸那滑，没连胜文的哦。なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ、それじゃ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。有大密宝。伊達さんにも有一个大密宝。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？んお前は染谷。男
奴隷。宋明雅在乱跑。こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした。南雲さん。広島の田舎で何だったでしょう。干脆。キリュウさんたちがホストクラブにいる間、お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんち。ここは俺ら東上界の街ですよ。かっこいい。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレイしてたかここで話しましょうか。おどれこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東上界の手下に俺を送らせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと。四代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東上界の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです。その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる。ご存知の通り東上界は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす最後の幹部でした。ジミー・ロー、ジミー・ローはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東上界が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でやぼなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。この道を通らなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東上界がその殺しに絡んでいると思っている。だから東上界と西王界の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも東上界のために役に立ってくださいよ。ねえ。看老子就不是東城会的啦。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな、おい。兄貴はの、牢から大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱり。看猪队友、哎。这是猪队友、哎。ソメア。その前に一つ答えろ。看猪队友的呢。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東上界内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東上会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東上会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東上界の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。他にも質問には答えましたよ、四代目。それでどうします。協力してもらえるんですか。いいだろう。夜になったらまたこの店に牢のところへ案内する。ちょっとた
ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます。四代目兄貴、いけんよ。あのソミヤの下道は構想相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたらもう牢から立つかの話聞けんようになる。ああ、だがだからこそ俺はソメヤと一緒に動くんだ。至少一个挡箭牌呀。あのソメヤとは危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば、何が起きてもおかしくありません。キルさんは、今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。広島の方も気になりますき、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。あ、準備好了、準備好了、準備好了。キリュウさん、よかったら夜。不要不要不要、走了走了走了。ああ、そう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。結構 OK よ、他们两个。安心しろ、牢のところへ案内してやる。OK で。兄貴、このバカ誰が何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わせ。そのツルらボコボコにしたると。四代目、ロート会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入ればわかりますよ。又是桃源乡，哎，这音乐很诡谲，你知道吗？桃源乡就是一代的那个嘛，真是。哎，四代目は、あ、あの牢に何て言われてまた会うことになったんだよ。登場会，这里桃源乡啊，哦，之前那个嘛，对不对？那个厕所那个。代の人間には関係ないこと。跟得上吗？哎呦，好快哦！等一下，买个便当先啊！好。ありがとうございました。哎，等一下，我肚子饿了，先吃个东西。好，你不要废话，闭嘴。我还有几个家，还有几家没吃的，看一下。你看这个章鱼烧，这个啊，绝对好吃，章鱼烧这个还没吃到，绝对好吃，章鱼烧。好，闭嘴啦，绝对好吃，章鱼烧在这里哈。あ、在前面吗？呀。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましたよね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローは
そいつらを使って4代目のことを試すつもりでいるんですよ。这家吧。例えば、四代目が。哎，进不去。等一下。価値がある男。いらっしゃいませ。是这家吗？对对对，这个对啊，好吃章鱼烧，好吃好吃。哎，然后再加个啤酒。无法选择更多，好吧，就这样子吧。啊，好吃好吃！啊，醉了醉了！啊，可以了可以了，酒量还不错。